ビデオカメラのデータ復旧を行いました。埼玉県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはビクターエブリオ GZHM670、 タッチパネルが反応せず何も操作できないという状況です。データ復旧処理を行い、1時間57分の動画データ 100% の復旧に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。